毎日ポジティブ。はい、ポジティブ歴16年スーパーポジティブティーチャー福地がございます。このチャンネルです。私が毎日ポジティブなことを発信することによって、見ていただいている視聴者の方が少しでも前向きにポジティブになっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さあ、本日お話なんですけども、おとといですね、出前館を1日ちょっとやらせていただいて、まあそこでですね、出前館をやった僕と、あとウーバードライバーをやった僕、この出前館とウーバーの違いというですね、お話をさせていただきたいと思います。はい、その違いなんですけども、まず圧倒的に違うのは、まず一つの配達の金額ですね。これが今標準が出前館は930円、僕はスタートダッシュ期間なので、普通の出前館715円からプラス 30% 乗って、僕が1配達すると930円で、今Uber は、まあ、大体1配達300円、まあ、この違いがまず配達料金が全然違うというのがまず一つで、二つ目がですね、配達する距離。 Uber は短いところ、2キロとか3キロぐらいの距離が一番多いんですけども、出前館は僕が多分取り方が下手くそなのか分かんないですけど、大体1配達8キロぐらい走ってました。はい、長い時で10キロ、短い時でも4キロとか、なのでもう配達の距離が違うっていうところですね。で、あと3つ目がですね、出前館のアプリの使い方がすごく使いにくいというですね、ところ、うん、なぜかといったら、こうで Uber は向こうから配達依頼お願いしますって来て、で、30秒間の間考える時間があって、これを取るか取らないか考えて、じゃあ取ろうっていうのが Uber、 はい、向こうから連絡が来るのが Uber で、出前館はもうバーってオファーがあって、それを自分で、あ、このオファー行こうかなっていう風に選ぶのが出前館で、圧倒的に配達の量が多いのは Uber ですね。で、出前館はオファーはあるんですけど、その中で多くの配達員がそこを見て、じゃあどれにしようかなっていう風に早押しなんで、いい案件っていうのはすぐなくなってしまいます。なので、もう早押しみたいな感じですね。僕はまだまだ出前館慣れてなかったので、とりあえずあるオファーを大体40分ぐらい、1配達40分ぐらいのものを大体取っていたので、 12.5 時間やっても16件しか配達できなかったということですね。4つ目はですね、 Uber は配達をして、でお客様に届けて、お客様が金額的には、まあ、ピンから金まであるんですけども、だいたいこう1000円からまあ5000円ぐらいの間がUber でこうお客様が支払う金額で、で受け取る額は 僕らはだいたい300円とか400円とかそれぐらいの金額ですよね。で、お店側が負担しているのは、お店の売り上げの Uber の 35% が Uber の会社に行くんですよ。なので、こう帳尻合わせると、ちゃんと Uber の会社も利益が出て、で配達員も、まあ、ある程度安いですけども300から400円ぐらいの売り上げがあって、でお客様も普通にお店に行ったらもっと安く食べれるものが上乗せされた金額で、お客様も家にいながら美味しい料理を食べれる、これが Uber ですね。じゃ、出前館は、まあ、金額的には大体1000円から5000円ぐらいの間でお客様が注文されるんですけども、僕らの配達員の1件の金額が高い時だと1700円ぐらいの時があるんですよ。で、時間帯によって 1.2 倍とか 1.6 倍とか 1.9 倍っていうのがあるんで、なので単純にお客様が800円ぐらいの売り上げ、お客様のお支払いする金額なのに、僕が配達してるのは1700円っていう時があるんですよ。で、お店側も何パーセント出前館に払ってるか分からないですけど、まあ、おそらく大体 30% か 40% だと思うんですね。そう考えると800円のお客様が注文したものに対して、で、その中の 30% だとしたら240円を出前館にお支払いするお店が、で、僕らは1700円もらっちゃってるんですよ。もう圧倒的にマイナスですよね、出前館が。もう1400円ぐらいマイナスなわけですよ。で、こんなことをやってるんですよ、ずっと出前館は。もう売り上げなんて出前館で利益なんて出るわけがないんですよね。
それをやってて思うんですよ。もっとここの、まあ、松屋だったら松屋のすぐ近くにいる配達員がお客様に届けるシステムができればもっともっとこう配達員も件数がいけて、で配達するこう報酬も少なくて済むんですけど、今はオファーなん で一律何キロ走っても同じ金額なので、僕が選んだ先4キロ先の松屋まで行って、そこからまた4キロ行く、これで8キロですよね。で金額が、まあ、高いからいいんですよ。1400円とか。でもこれが300円だったら絶対行かないですよね。オファーなんで、もう短い距離しか取んない。でそういう人ばっかりになったら出前館って機能がもう破綻してしまうんですよ。でも今は配達員の給料が高いから配達員は辞めないで出前館でいるんですよ。で出前館側的には今配達員をいっぱい多くして、で、配達料無料にしてるんで、お客様が注文するときはで加盟店も増やして、でお客様の満足度も取って、それ確かに今だったらこれだったら取れるんですけど、ものすごい出前館側が赤字の状態ですよね。じゃあ加盟店を増やして配達も増えました、でお客さん満足度を得られました、じゃあこの先出前館をどうするのかって考えた時に未来がないんですよね。じゃあよし、じゃあもういっぱい配達も増えて加盟店も増えた、でお客さん満足度を勝ち得た、よし、じゃあ今から金額を配達員の給料下げよう、よしって思ったら、いや今高いから出前館にやる人が増えてるんですけど、それがウーバーと同じ300円とか400円の配達料金になったら間違いなくウーバーに戻るんですよ。なぜかというとウーバーの方が短い距離で案件がいっぱいあって、件数いっぱいいけるから稼げるんですよ。クエストというものもあるんで、インセンティブみたいなものなんで、で考えた時にこれからの出前館って何がしたいのかなって僕はちょっと思ってしまったんですね。配達員やって 12.5 時間16件しかお客様に商品を届けられない。ウーバーでやってたとしたら多分40件ぐらいは配達できたんですよ。まあ、この差ですよね。これがどう出前館が思ってて未来どういう風な展望があるのかというのがちょっと僕には見えてこないというのが実際の出前館をやって思った感想ですね。なので普通にウーバーの方が配達員としてはものすごくやりやすいし、でお客様に喜んでくれる数も増えるし、ちゃんとウーバーの会社側も利益売り上げが出てるのですごく働いてて三方よしの考え方なので理解できるんです。でも出前館は理解ができないです。正直こんな状態でやっててもっと効率よくウーバーのように店に近い人がすぐ取れるような、そして案件 を配達員が選べるようにちゃんと来て、それをどうしようかって選んで取る取らない決めるみたいな、 Uber のようにやるんだったら分かるんですけど、それが全くできてなくてすごくこう無駄な動きが多い。配達員が自分で今この金額だからじゃあ取るけども、じゃあ下げてしまったんだったら短い業しか取らない配達員が多くなって、結果出前館で稼げないんだったら Uber に行ってしまうっていうのはもう目に見えているので、そこがすごく疑問にありますし、未来を見たときに、長期を見たときに正直ちょっと出前館は今のままではちょっと厳しいのかなと思います。 Uber の方が未来は明るいんじゃないかなというのを実際自分がやってみての感想です。まあ、まだまだね出前館をやらせてもらってすごく出前館も頑張ってもらいたいという気持ちもあるんで、まあ今の感想はこれから未来ね、また出前館がもっともっと良くなっていただけるようにしていただければなという気持ちも込めて今日ですねその違いのお話をさせていただきました。はい、ということで以上毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。